アダムとアリス。
ありがとうございます。ヨタの豊富にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。福岡県、山口県、広島県を中心に活動しております、私たちキャンディークラスです。よろしくお願いします。はい、キャンディークラスの青色担当、高梨すずです。よろしくお願いします。すずちゃん。キャンディークラスの緑色担当、花寺つむぎです。よろしくお願いします。つむつむ。はい、早速なんですけども、キャンディークラスの告知をさせてください。はい、まずこの後私たちも物販の方に参加させていただきます。そしてこちら同じステージで2部の方にも出演させていただきますので、もう一回見てみたいなっていう方は来てみてください。お願いします。そしてそして、うん、明日も見るのかな。よし、じゃあ明日は、下関のシーボールの方で、フリーでライブをさせていただきます。よかったらね、玄関前のところであると思いますので、よかったら皆さん来てみてください。お願いします。お願いします。そして私がこちら手に持っている、はい、なんか家みたいな持ち方やめて。はい、こちらですね、私高梨すずがソロで、写真集を毎月月刊高梨すずってこういう形で出しておりまして、こちらが本日物販で販売開始となります。やったら皆さん買いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、うん、ラジオがもうこれで終わりでいいの。分かった。で、私ね、先にちょっとねチラッと見たんですけど、ものすごくいいものになっておりますので、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後の曲に行きたいと思います。盲目糸。
皆さんキャンディークロス覚えて帰ってください。お願いします。それでは以上私たちキャンディークロスです。